こんにちは、葉月ひまりです。今回は私の二重事情とアイテープについてご紹介したいと思います。どうぞ最後までご覧ください。はい、ということで今回は私の二重事情について先にご紹介したいと思います。っていうのも私もともと二重なんですけど、目がね左右非対称なんですよ。アップしたらわかるかな。わかりますか？こっちが三重でこっちが二重になってます。でね、こっちの二重もなんか日によって全然違くて、三重になったり平行二重になったり正広二重になったり、日によってね本当に全然違うんですよ。こっちの目はねもう常に三重、こんな感じの。みんなから見たらどうなんやろ、全然気にならへんのかもしれへんけど、なんか私がこう目の前に鏡をパッて持ってきて見た時にめちゃくちゃ違和感があるんですよ。全然なんか二重の広さとかが違うから、それがずっとなんか悩んでて、高校生の時にいろいろアイプチとかその片方だけやるのをずっと頑張ってたんですけど、なんかねアイプチもやればやるほどなんか皮膚が伸びるっていうのかな、なんけどなんかだんだん目つきの悪い目になってきちゃって、わーどうしようって思ってたんですね。まあまず先にお伝えしたいことが、今から私がアイテープをご紹介するんですけど、それが必ず皆さんに合うとは限らないです。っていうのも、私がやってるアイプチを友達におすすめしてやった時に全然合わなかったりしたので、私にとっては一番あったんですけど、その子にはその子に合う方法があるから、試してみる一つとして参考にしてみてください。アイプチも多分自分の合うものを探すのに結構時間がかかると思うんですね。だからそのうちの一つに候補として挙げてもらえればなと思います。では私がしてるねアイプチをご紹介したいと思います。はい、私が普段アイプチに使っているものはこれです。絆創膏です。なんかいろんなものを試してて、やっぱノリはもうほんまに合わなかったんですよ。マジでなんか皮膚が荒れて合わんなと思って、テープの方がいいかなと思ってテープも試してたんですけど、なんか合わんなと思って、モデルのペコちゃんいるじゃないですか。ペコちゃんがこの絆創膏でやってるって聞いて、絆創膏って一つの箱で売ってるじゃないですか。コスパ神やし、自分的にはめっちゃ目に合ったんですよ。一箱買うだけで3年ぐらい使えるんちゃうかなって思います。早速ねこの使い方を皆さんにご紹介したいと思います。まず普通に絆創膏を取り出してください。こんな感じで、こういうハサミを持ってらっしゃる方多いですよね。多分これ眉毛カットとかのハサミちゃうかな。こういうあのちっちゃいハサミを用意します。見やすいように手元だけ写しますね。これをね100均とかで売ってるアイテープみたいにこんな風に切っていきます。こんな感じ、割と適当でやっちゃってるんですけど、こんな感じのペロペロっていう感じで塗っていただけたら大丈夫です。で、ここがコツなんですけど、このねペラペラをこう切っちゃうと白い部分を剥がすのがめちゃくちゃ難しくなっちゃうんですよ。なのでこの白い部分を少し剥がします。剥がしてその間にハサミを入れます。で、このさっき切ってた部分だけ切ったらペロペロペロってこんな感じで剥がれるので、これをまぶたに貼り付けていきます。貼り付けていくときはこんな風に自分の二重になってほしいところに爪で肩をつけます。こんな感じで、私はここら辺になってほしいのでここに肩をつけます。じゃあちょっとごめん、先端の部分だけ見にくいかも。先端の部分をこうやって貼ります。わかるかな。そしたらもうこう押していって、はい、こんな感じでできました。違いわかるかな。多分ね三重にはなってないんですよ。三重にはなってないんですけど、この目頭の部分が、ね、平行になってくれたら私はいいかなって感じなので、いつも目頭の部分からこう貼っていくようにしてます。閉じたらこんな感じ。これも失敗する日はめっちゃ失敗するんですよ。でもうまく貼れたらマジで全然見えへんし、最近めっちゃ適当に貼ってるんで YouTube とかでもアイプチ見えてること多いんですけど、ちゃんと貼ったらねほんまに見えんくて、1回でこんだけしか使ってないんですよ。ってことは片方だけで何回使えるって感じ。
か不審者みたいなと。この1枚でね、いっぱい使えるんですよ。コスパ最強やし、まあまあ皆さんの参考の一つにしていただけたらまあいいかなと思います。では今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。少しでも参考になりましたらグッドボタンとチャンネル登録の方をお願いいたします。 Twitter、Instagram、TikTok もしてますのでそちらのフォローもお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。